疲れ様です、はい、今日は、うん、駄菓子コーナーのところをスーパーのね、うん、練り歩いてきて、うん、こんなの見つけてきました。お練るほどあるかなこのコーナーってスーパーのさ練り確かに5時間くらいいたんじゃない牛もね何がでも細かいあのおばさん細かくあるのでね下お菓子こ買いもせずでこれね、はい、懐かしいあの笛ラムネね絵が小さくないだから私わーやべえいやちょっとピー笛ラムネいろんな味あった中でなんかコーラ味にしました、はい、ラムネなので、うん、溶けてしまうけども、うん、誰が一番ピーって長く鳴らしてられるかっていうのを競技しようかなーなんて思って肺活量鳥が集まってきちゃうよこれ鳥笛になってる鳥集まるかもあいいねよかあのコンビとかね一回あのずっと溶けてくるからなるだけずっと鳴らしてそんなのこれすぐ溶けちゃう溶けると思うよだって吹きながらも溶ける溶けるよあそうなの溶けないかな実験済みうん吐息がさ、うん、結局ほらあの出来合いによってはさ、うん、実験済み実験済みいやじゃねえろはいこれないだから肺活量勝負と肺活量じゃない何回も息継ぎしていいから鳴り続けるだけピー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 鳴らしてもらってえどういうこと一生できるんですよねえ溶けて鳴らなくなってくって溶けんだって唾液をなくせばいいわけでしょ自分そうだから濡らさなければずっとじゃないいやそこに答えはないよ映ってないしあだってほら吐息がさ結構加湿されてるじゃんそれでならなくなるかなと思っていやこれ3時間ぐらいかかるよマジでじゃあ早巻きするからやばいやばい人舐めてる人舐めてるやばいじゃないそういう検査薬じゃないから何それあいやもう行きますかじゃあ入れた瞬間も溶けちゃうんですか入れたそう入れた瞬間ほら笛だあ笛じゃないラムネだから、はい、ね行きますよ、はい、レディーゴーえなんないあの、ね、意外とね一個一個ね個体差あるからフフ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 お野菜さん上手だね。笛上手。カラスの声しかしない。なんかちょっぴりフモーティックなね。汗かいてきた。あ、じゃあドローっていうことで。だってこんなになりつつ。ドロー。ドローって何引き分けてるねってことですね。一回試さなかったら自分で。だって、だって、私それで。これ終わった。え？もうなんないですか？なんない。半分にパリッと割れてこない？いや、割れない。だって一番舐めてたさ、そして。最初に口入れてね。うん。もう唾しか出てこないよね。あ、じゃあ。あれだ昔より性能終わった？うん。縦に割れちゃった。あ、でしょでしょ。うん。ほら。ちゃんとコーラ味だった？え？コーラ？メッツ？コーラ味。メーカーは知らないの。インザフューチャーコーラ味。インザフューチャー。インザフューチャーコーラ。コーラじゃあ誰もわかんないよな。未来何？未来のコーラ味だよ。いや、せき込んじゃったもう。あ、でもじゃあそうだねお野菜さんが一番最初に負けた感じかなはいドローって言ったけども負けだけを決めることができましたでもその間にもね本当だね、うん、でもこれそうやってみると昔より性能が良くなったんじゃないですかいやそんなことやった昔ね子供の時さやってないよこいついややったじゃんあなってるかあと笛ガムがあったの笛ガムうんその形でガムがあってへガムはモソモソになるんだよねでも大体2つパカンと割れてたけど鳴ってないよ鳴ってますってその間も鳴らしてくれてる
すごいね。ああ大丈夫。じゃあ結構長く楽しめる笛ラムネ、皆さんも30円か50円ぐらいで買えるから何だったのだって早く決まると思ったら意外にさ性能良くなっていくからさ、行きなさいよ自分で、ね、自分から持つか。本当だね、やっとけばよかった。誰よ一番かわいそうな喋ってないんだから。あ、終わりですか。連れてた、優勝優勝。でもこのタイミングで連絡が来た。でも喋ってたよね結構。優勝はサンファンさんということでチャンネル登録よろしくね。